けで一つ目の記事は最初はこちらです。バン。ロシアで昆虫型異星人インセクトイドが捕獲されたです。わかる？インセクトイド。インセクトイド、虫ね。まあ宇宙人にもいろんなタイプがあるわけさ。はい、ね、グレーであったりとか、うん、マンティスマンであったりとか、うんうん、でヒューマノイドタイプとかね、いろいろあります。はい、中での昆虫型異星人、はい、これをインセクトイド、うん、なんかねそういうねアニメかなんかこうあるらしいけど、うん、ゲームとかね、まあ、なんかでも見るとこうインセクトイドというかあのこう何仮面ライダーシリーズ。いや仮面ライダーだからねシリーズ仮面ライダーですよね。もう仮面ライダーは人造人間のはずなのにみたいなねウルトラマン的に宇宙人になってしまった。そうなんか今後型みたいな。ただねこれ今までね、その爬虫類型異星人ダイノサウロイドとかねグレーとかこうマンティスマンとかあったけど、それは見た、うん、ねあった死体をね見せられたみたいな。だってどれも写真がなかったからね映像がね、はい、特にインセクトイドに関して、うんうん、こういうの見ましたって絵はねあったスケッチとかさ、はい、いや多分ね こんなにねがっつり出たのね初めてだと思うよ。そうですよね。これついにインセクトイド、これもなんかなんかアルミみたいなのこんなにソフビーじゃないけどなんかソフビーっていうのなんてこと言うんだいや そんななんかね形状があまりにもほらほらヒーローっぽいじゃないヒーローいや仮面ライダーだよ。そうだからここのこうねこうちょっと白い部分ってこれどうもね皮むけてるらしい。あだからここをこう皮むけたのを戻すと全部こう緑っぽい、まあ、こういう、うん、ほらねほらもう仮面ライダー。そう新仮面ライダー。そう仮面ライダー新仮面ライダーじゃねえな何ですか仮面ライダーブラックとかブラックとかね、no. いわゆる本来の設定に基づいた昆虫に近い仮面ライダー、うん、そうその感じがしますね。ただバイクに乗ってないってだけそういやバイクベルトもないこれベルトつけてベルトつけたらダメダメベルトつけたらいやベルトつけてそうな。でも分かんないよね仮面ライダーのそのデザインって結構前衛だから、うん、そうなんですよ ねだからこう夢で降りてきたのかなぐらいに。仮面ライダーもね新しい仮面ライダーって発表した時こんなの仮面ライダーじゃないっていうね仮面ライダー龍騎とかさあのウォーズとかさなんだこれみたいなバイクに乗らない仮面ライダーなんじゃそれみたいなね絶対バイクじゃないはみたいないけないんですね電車みたいないやそういうアイデアとかねチャレンジは買うけど、うんうんうん、まあそういう前衛的ななんだろうこうチャレンジするって仮面ライダーのこう企画プロデューサーの方々にはあるから、うんはい、来年の仮面ライダーこれじゃね。そうですねインセクトイドまだね設定として宇宙人ってないと思うんだよな。でもちょっとそこは宇宙仮面ライダーインセクトイドウルトラマン勢がちょっとそこ入ってこないでもらえますかって、まあね、ちょっと境界線あるじゃないですか。じゃああれだよウルトラマンがからバイク乗りゃいいんだよなお互い、ね、ウルトライダーみたいないいとこ取りしてね歩み寄り仮面ウルトラマン仮面仮面ウルトラブレベルトでこ う、ね、いいじゃんもうもうねそうですねウルトラマン&仮面ライダーって知ってる作品あいやもうともう昔に融合しちゃってるんですね。つぶらやプロと石の森プロがこう、はいね、合作で作ったおウルトラマンと仮面ライダーがこう、はい、一緒に出てくる作品があって仮面ライダーが最後にね巨大化する、はい、ああやっぱりね巨大化したウルトラマンと仮面ライダーが怪獣に立ち向かう。そうですよねむちゃくちゃだろいやでもやっぱりこうの、ね、揃えとかないとちょっといろいろね無理が、まあ、ウルトラマンの方はね、うん、小さくなれるからあじゃあ小さくなってくれたらウルトラセブンなんかあれだよ血管の中にも入れるからねあそんなそのぐらいちっちゃくなるのにすごいマーベルの前衛的だもんいやもうすごいよ先取りしてたんですね。ウルトラマンは小さくなるんだよ。
じゃあ小さく人間のサイズとかね、こんなでもなれるね。えそっちが歩み寄ってくれたらよかったのに。そうそう、だから巨大化しないウルトラマン、うん、ずっと怪獣がガーンと出た時にそうバイクでやってくるみたいな。そうバイクバイクでやって、そうですね、変身した後もね、こうちっちゃいままスペシウム光線みたいなね。そう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 、ダサ、ね、いやでもちなみにこれ サイズはどのぐらいな。これね、小さく見えるでしょ。はい、 2.5m、ね、あでかい。思った以上ですね。そう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 、へえ。ほらほらバッタとか足長いからさ。はい、長いから、はい、へえ。ここにこう手あるんだ、ここ見るとこ手があるんだけど、はい、手が細いんだよ。ああ、この 2.5 メートルはどこで見つかったんですか。それは秘密だよ。怪しいんだよ。1985年になんかこういやそういう文章が極秘施設で、はい、ね、うん、捕獲されたと、はい、でその死体を撮影したっていう極秘文書が、で昆虫が、昆虫はだってほら、はい、人間がね、うん、この地球上に現れるよ、ずっと前に、はい、何億年前にも現れて、うんうんうん、しかもね昆虫はどっから来たかっていうね、宇宙から来たんじゃないのと、うん、どこにでも昆虫いるからね。そうですね、どこにでもいるよ。海だってあのエビとかカニがね昆虫だと思うよ。ああ、あれそんな感じしますよね。だから連中が宇宙から来たと考えれば、はい、確かに昆虫型異星人もまあ、うんうん、あってもいいかな。そうですね、バルタン星人なんかさ、あれセミだぞ。セミですね、セミ、あれウルトラ Q の中のセミ人間って出てくるんだよ、はいはい、あれにここ耳つけてる、バルタン星人とか。だからバルタン星人の手下がセミ人間っていう設定もあるんだよ。あれ耳だったんですね、レーダー。ハサミかと思ってました。ハサミは手だよ。ああそっか、あちょっとそっか、一応宇宙忍者ってあの設定だからね、宇宙忍者バルタン星人。忍者、忍者だよ。そうだったんですね。うーん、それだからこれもまあまあ ここにこうなんか耳みたいなのつければバルタン星人ね、これ。うん、そうですね、そっちセミじゃねえけどな、怪人の方にも見えますね。ということでですね、でもまあ人間が想像できる範疇のものはね、神も想像しているでしょうから。いいこと言うね。いるでしょう。そりゃそうだよ、います。いると思います、ね、はい、昆虫が人間になってもいいさ、うん、そういう高度な知的生命体になっている星だって、うん、あるだろそれは。そうそう、ありそうですよね。カニ星人とかさ、タコ星人いるんだからさ。ね、タコもね、宇宙人、バッタ星人ってもいいじゃん、うん、バッタ星人ね。だって俺、映画のさ、あの MIB、うん、ブラックメン、メインブラックの、うんうんうん、あの一番最初の時ってあれ、あ、その宇宙人って昆虫型だったんだよ。ゴキブリ型異星人、そうでしたね。これ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 ですね。おお、やっぱよく考えたらマンティスマあたりも、そう、マンティスマカマキリだからね。そう、よく考えたら結構マンティスも身近に感じてるわけじゃないけど結構ね出てくるから、よく考えたら昆虫系って、やっぱりあの昆虫の中でもこれバッタ系じゃない、イナゴ系、うん、仮面ライダー1号系だけどもさ、はい、やっぱカマキリ、うん、ね、仮面ライダーカブトとかさ、ストロンガーとかさ、いわゆる甲虫の類になってくるとやっぱこう甲虫の類上なんじゃねえ。でそいつらをこう捕食するカマキリは多分最上階っていう、あ、マンティスマン、じゃあマンティスの方が上なのかもしれないですね。マンティスマンこの20年間で増えたよね。うん、あ、捕食し続けてるからやっぱりマンティスが上なんでしょうね。マンティスマンはね、なんかねいいやつらしいよ。なんか言いますよね、うん、グレーはね結構ね、うん、人間拉致ってさ、うん、人体解剖とかさ、うんうん、やるけれど、マンティスマンはなんかね優しいんですね。鉄人というかさ、うん、なんかなんでしょうね、カマ正しい道を生きるんだみたいなね。うん、カマキリって、でも手はこうなってる。カマキリってなんかカマキリを捕食するやつっているんですかね。カ
カマキリ強いよ。あのスズメバチだってやるしね。だってあの鳥とか捕まえるからね。ちっちゃい小鳥なんかあるカマキリ捕まえるんだよ。大カマキリって。そうなんですか。そうよ。結構強い。動いてるものは何でも。もうへえ。じゃあマンティスマンに立ち向かえるのはちょっとスズメバチ型の。いやスズメバチだってやられちゃうんだから。やられる。そうよ。ああ、じゃあまあということであれだな、カマキリ夫人が最高だ。カマキリ夫人。夫人。ほら五月みどりさん。ああなんかあったような、なんか片隅に、ね、片隅。6月じゃないよ。五月みどり。みどりさんがね。カマキリ夫人。カマキリもほらオスとメスで言うとメスの方が強いからね。強いですもんね。食べちゃうからね。そうそう。交尾した後にオス食べられちゃうんだから。じゃあ。マンティスマンよりもカマキリ。だからマンティスマンの多分ね、あの女性、うん、女性マンティスマンの方が上なんで。ああ。男のマンティスマンダメだよきっとね。きっとそうでしょうね。あれ。ああ、そっか。ちょっとマンティスマンの立ち位置がちょっと見えてきた気がしますね。そうそうそう、これを見て。だからこれからのね、あのエイリアンというか宇宙人のね、はい、考察にはね、うん、昆虫学者だね。そうですね。だから、うん、あの月刊虫っていうのをね、うん、あの毎月買ってる人にあの考察をお願いするというのが新たな。そうですね。ありますかね月刊虫っていうね。そうなんですか。マニアックですね。やべ、まだあんのから。あるんですよ。そっか。こうね、こういう虫もやっぱり勉強しとかないとダメですね。いや必須でしょ。やっぱあの子供はね、男の子なんかでもね、うん、やっぱ子供の頃にね、うん、虫を集めてもね、うん、やったでしょ、ね、お母ちゃんこれ見て、ママこれ見てって言ったら、うん、ダンゴムシみたいなさ、いや今日もわらじ虫見てる、うわーみたいな、キャーみたいな。今日もダンゴムシをいっぱい集めて、アゲハチョウの幼虫をお母さんも触ってみなって言って一生懸命触らせられました。季節ですね。季節です。アゲハチョウ柑橘類植えてるんですか。レモンです、はい、レモン食い荒らされてます、ね、はい、そうなんですよ。大事なんだな。わかりました。宇宙人と立ち向かえるように。そうそう、虫も、ね、息子さんにもちゃんと教えて宇宙人にもいるんだよこの虫型がって見せてあげなさい。わかりました。今日のこの記事は見せようと思います。はい、ありがとうございます。